はい、先生でーす。今回はこの最近納車された嫁車、スペーシアギアのミート操縦士。この通りフロント周りグリル全体に多くのミート操縦士が使われていますが、結構劣化が見られ、白く白濁化しています。これはコメントでもあったんですが、ミート操縦士にシリコンルーブ DX と昭和の名品グラスターゾロオートでは、どちらがより効果的ですかという質問に答えるべく、今回この2本を実際に使ってみて、その違いについて見ていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。まずは洗車前の現状を確認していますが、この通り白く劣化しています。この状態から本日も始めていきます。今回は洗車がメインではありませんので、まずはちちゃっと軽く洗車を行っていきます。一通り洗車も終わったんで軽くブロワーで飛ばしていきます。そしてこちらが洗車後のミート操縦士の状態です。結構白く劣化しています。今回のミート操縦士復活にはこのチャンネルでは何本かシリコンルーブ DX を使えば黒黒復活できるというものも紹介はしているんですが、なぜここに来て昭和の名品グラスターゾロオートなのかよくわかりません。確かにグラスターゾロオートには少しシリコンが使われていますが、個人的にはグラスターゾルオートはあくまでクリーナー洗浄剤であると認識していますが、グラスターゾルオートではそれほど黒く復活できるとは思えないんですが、やってみないとわからないこともあるんで、一度グラスターゾルオートでミート操縦士が復活できるのか、そのあたりを見ていきます。では本日使っていくのはこちらの昭和の名品グラスターゾルオート、 Amazon 価格1本640円です。このグラスターゾロオートに関してはシリコンボディに使えばコスパ最強となる万能型マルチクリーナーになるってことも紹介はしているんですが、正直ミート操縦士復活にグラスターゾロオートを使うのは初めてです。まずはミート操縦士にグラスターゾロオートを使ってみて、その効果について見ていき、グラスターゾロオート施工直後に水をかけると一体どうなるのかを見ていきます。そしてグラスターゾロオートで黒黒復活できればいいんですが、一応保険としてうまく復活ができなかった時のために、スーパーシコンスプレーも用意し、もしもの時にこちらで最終的に復活させていく予定です。あくまでスーパーシコンスプレーは最終的な保険です。結果は一体どうなるでしょうか。少なくともスーパーシコンスプレーなら施工直後に水をかけても何の問題もありませんが、グラスターゾロオートでは一体どうなるのか、そもそも樹脂が黒黒復活できるのか検証していきます。では樹脂半分をこのように養生を行って、向かって右側にこちらのグラスターゾロオートを施工していきます。今回の施工にはこちらの小さく切ったショップタオルを使っていきます。こちらを使ってまずはグラスターゾロオートをこのようにスプレーして施工していきます。グラスターゾロオートはその特性上スプレーするとこのように泡となってくるんで、この泡を樹脂に塗布していきます。今回初めてミート操樹脂にグラスターゾロオートを施工してみましたが、泡タイプですのでちょっと施工がしにくい、そんな印象を持っています。とりあえずこの付近に実験的にグラスターゾロオートをミート操樹脂に施工してみました。ズーム映像で見ていくとこの違いです。まあ若干黒ゴールになっていますね。こんな感じです。では残りの箇所もズーム映像で施工の様子を見ていきますね。やっぱり泡ですので細かいところが施工がしにくい、そんな印象を持っています。そしてグラスターゾロオートをミート操縦士に施工してみた感想を言っていくと、確かに黒ゴールになっており、ツヤも出ている感じがあります。では残りの箇所も早送りでお届けしていきます。では右半分に今回のグラスターゾロオートも施工ができました。現状はこんな感じです。施工直後の映像となっていますが、確かに黒くなっており、ツヤ感も良くなっています。ただ一点気になったのが、グラスターゾロオートに使われている成分イソプロピルアルコールはミート操縦士に使っても悪影響はないのかという点です。現在その点が少し気になっています。では次はこのグリル上にあるこの樹脂にもグラスターゾロオートを施工してみて、その効果について見ていきます。現在グラスターゾロオートを施工していますが、こんな感じですね。すぐに黒くなってきます。施工直後は確かに黒くなってくるんですが、これが今後どうなるのかというところですよね。こんな感じです。
ではグリル付近に戻って次は境界線になっていたこちらのマスキングテープを一度剥がしていきます。どんな感じでしょうか。こんな感じです。施工箇所をズームアップしていくとこんな感じです。では次は境界線をよりズームアップしていきます。こちらが施工した方ですね。こちらグラサードロートで密装樹脂を復活させてきました。そしてこちらが未施工箇所になっています。ちょっと逆光気味になっているので分かりにくいかもしれませんが、結構黒黒に戻ってきています。では次は施工直後の状態で水をかけていくと一体どうなるのか、そのあたりを検証していきます。現在シャワーで全体的に水を散水している状況です。一部早送りでお届けしていきます。そして次はブロワーで強制的に乾かしていきます。ではこちらのグラサドロード施工箇所一旦濡らして乾かしました。そして現状はこんな感じです。現在ズーム映像で見ていますが、このあたりグラサドロードを施工してきましたが、濡らすとやっぱり戻っている感じがあります。こちら未施工箇所ですね。ほとんど違いがありません。若干黒くなっているところもありますが、だいぶ戻ってきました。現状はこんな感じになるってことです。では一旦この箇所を洗車をし直し、再度養生を同じように行って、同じ箇所にもう一度次はスーパーシコンスプレーを施工していきます。やはり一度洗車をするとほぼ完全に元に戻った感じがあります。では保険として待機していたこちらのスーパーシコンスプレーを施工していきます。やっぱりグラサドロートは樹脂にはあまり効果がない、ないというかすぐに戻った結果になりました。グラサードロートで戻ってしまった樹脂をスーパーシコンスプレーで黒黒に復活させていきますが、スーパーシコンスプレーであればスプレーも 2way タイプとなっているので、今回のような細部の樹脂にも使いやすいタイプになっています。また今回のスーパーシコンスプレーであれば成分もシコンレジンのみとなっており、樹脂にも安全に使えてきます。とりあえずこの部分のみ施工しましたが、こんな感じですね。すぐに黒黒復活できています。この違いです。わかりますよね、この違い。では引き続きこのアングル固定のまま施工していきます。グラスアドルオートに比べてスーパーシコンスプレーであればスプレーするだけで、あとは伸ばすだけ、施工も超簡単です。では次はこのグリル上の樹脂部分にもスーパーシコンスプレーを施工していきます。一応分かりやすいように養生を行っています。ではスーパーシコンスプレーも施工ができたんで、この養生部分を一度剥がしていきますね。よく見ておいてください、この違いです。説明もいらないかと思いますが、こちらが未施工箇所、そして左側がスーパーシコンスプレーで施工してきました。この違いとなっています。グラスタードルオート同様に右側全体的にスーパーシコンスプレーで施工しました。そして養生を剥がしていくとこんな感じです。より分かりやすいようにアングルを変えて見ていきますが、こちらは未施工箇所になっており、白く劣化している状態です。そして右の方へ行くと、こちらがスーパーシコンスプレーで施工した方になっています。まあ若干ちょっと太陽光が入っているので分かりにくいかもしれませんが、明らかに左右で違う結果になっています。この辺りの境界線を見ていくと、その違いはよく分かると思います。では次はグラサードル同様にスーパーシコンスプレーも施工直後に濡らしていくと一体どうなるのか、スーパーシコンスプレーも濡らすと元に戻るのかを検証していきます。現在ブロワーで強制に乾かしている状態です。ではある程度乾いてきましたので現状確認していきますが、こちらが未施工箇所、このように白く劣化しています。そして右の方へ行くと、こちらがスーパーシコンスプレー、
このようになっています。スーパーシリコンスプレーは濡れても大丈夫、黒さを保っています。映像的に少し分かりにくいかもしれませんので、もう一度見せ交換所に移っていきますが、こちらは見せ交換所、そしてこちらが境界線となっており、スーパーシリコンスプレーが右側になっています。この引きの映像よく分かりますよね。では次はより分かりやすいようにズーム映像で見ていきますが、こちらが見せ交換所になっており、このように白く劣化している状態です。そして右の方へ見ていくと、こちらスーパーシリコンスプレーになっています。やっぱり黒さが全く違いますよね。そしてこの部分ですね、こちら上の部分を施工しましたが、このようになっています。全く左右で違いますよね。境界線くっきりついています。では次はこの部分にフォーカスして、こちらにスーパーシリコンスプレーを施工していきます。もう一瞬で黒黒に復活できてきます。現在スプレーしていますね。あとは軽くショップタオルで伸ばしていくだけです。ではこの部分も施工ができたんで一旦引いていきます。そしてズームアップしていきます。こんな感じです。ではビフォーアフターを見ていきます。この違いです。もう一瞬で黒黒に戻ってきました。ここからはダイジェスト版で見ていきます。この白く劣化した樹脂もこのようになってきました。そしてこちらもこのようになってきました。そしてこの部分もスーパーシリコンスプレーを使っていくと一瞬でこのようになってきます。もう完全に違いますよね。これがスーパーシリコンスプレーの効果です。今回使ったスーパーシリコンスプレーやシリコンルーブ DX ですと、こちらでも検証している通り、施工直後に連続で泡洗車を行ってもその効果は変わらないという結果も出ています。最後に樹脂全体のビフォーアフターを見ておきます。もともとこれだけ白く劣化していましたが、このようになってきました。今日の動画が役に立った、もしくはためになったって方はグッドボタンもお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。